馬ザビの死は直ちにジオン本国に伝えられた。レギン公王はその訃報を聞き、声もなくその手にした杖を落としたという。ガルマの死を無駄にするわけには参りません。ザビ家末代の故権に関わります。犬死にのまま終わらせるわけには参りません。ゲレン、わしはただガルマの死を。遅くなった父上。おお、早かったな二人とも。残念です。あのガルマが連邦のモビルスーツの前に倒れたとは。兄貴、俺はまだ信じられん。今にもあいつは顔を出すんじゃないかと。過去を思ってみても戦いには勝てんぞ、ドズル。しかし、あやつこそ俺さえも使いこなしてくれる将軍にもなろうと。ああ、ドズルの言う通りだ。だからだ、ギレン。静かに丁重にガルマの冥福を祈ってやってくれまいか。